太陽チャンネル。はい、ペテルです。ペテルです。ランちゃんです。ママです。はい、太陽パパです。ということで、今回の企画、はい、せーの、こちら。子供が野菜を美味しく食べられるトマト鍋のスープになります。こちらはね、もう全国のスーパーでみんながね、必ず見たことがあるんじゃないかなと思います。で、トマト鍋と言ったら太陽何を連想する？野菜とか、はい、お肉とか。そうさは焼肉。なんでやねん。答えはチーズでしょ。おお、チーズ、チーズ、そうだそうだ。あ、チーズはチーズ、チーズ、チーズ。鍋といえばチーズはね、鉄板のコラボだよね。で、今回の企画はトマト鍋のチーズアレンジレシピをなんと6種類わざとらしいよ。勝手にランキング。はい、これからですね、太陽パパとママがいろんなチーズを使ったねアレンジレシピを6種類作っていきますんで、どのチーズアレンジレシピが美味しいか、太陽チャンネルがね勝手にランキングをつけていきたいと思います。聞いてた？美味しいでしょ。そう、6種類の中から1位から6位まで決めるの。じゃあ早速作っていきましょうか。はい、レッツゴー。バラバラ。美味しそう。はい、お待たせ。はーい、イエーイ。はい、できたよ。はい、楽しみだね。うん、見て見て。うわー、めっちゃ美味しそうでしょ。あー、いい匂い、いい匂い。ほらほら、はいはいはい、お野菜だとかめっちゃ美味しく食べられるから、トマト鍋って。よいしょ。めっちゃ美味しい。いただきます。めっちゃいい匂いしてくるもん。トマトうまっ。あったかいトマトが美味しい。肉めっちゃ食べる、肉めっちゃ食べる。これからの季節ね、やっぱ鍋だよ。抜く、抜く。あ、もうなくなってるね。そう。この中にね、こちらのさっき作ったカリカリチーズを入れながらちょっと食べてみましょう。もう見たからに美味しい。私2つぐらい美味しい。カリカリチーズ入れますよ。いっぱい入れちゃおう。いっぱい入れちゃおう。カリカリチーズを入れていく。どうぞ食べてください。カリカリチーズ食べた。うまっ。キーキー食べにくい。ほら、チーズ食べた。まだランちゃんの分は残ってるよ。おにぎりのトマトここにあるよ。
全部食べたら次のメニューがいかないから、ちょっと食べないで。あ、やすみちゃってる。ちょっとうまいね。おいしい。はい、こちらが一レシピ目ですね。続きまして、はい、2品目、かけるチーズのしゃぶしゃぶ鍋。そちらをね、作っていきたいんですけども、基本的にベースはカリカリチーズのトマト鍋と一緒で、そちらに、はい、こちらのかけるチーズを入れて食べたいと思います。こちらはね、お好みの大きさに割いて具を巻いて食べる、そういうスタイル。いこうか、ピーッと。おー、ほら、入れて、その裂けるチーズで具を巻くの。ソーセージとかちょっと巻いて食べるの。巻いてみて。はい、ブロッコリー巻いてみます。新しい肉とチーズ。肉とチーズ、あー、いいね、肉とチーズ。めっちゃ食べてるやん、タイ。おいしい。おいしいね。食感とかどう？これ弾力があるの。うん、子供たち大人気、うん、はい、それでは3品目いきます。はい、3品目はトマトチーズフォンデュ鍋。うん、そちらをちょっとやっていきたいと思います。この鍋も最初に作ったカリカリチーズのトマト鍋と一緒で、ベースがそちらのベースにトロトロにしたチーズをこうかけます。うん、めっちゃもうそれだけで美味しそうでしょ。じゃあそちらをちょっと作ってきます。はい、お楽しみに。はい、っていうことでね、準備が整いました。かけてみようか。共同作業、共同作業。肉を混ぜる。おいしそう。混ぜたらいいの。どっち後ろか前か、どっち。具を取ってみよう。うん、トマト、ほら、トマトにかかってる。おー、絶対美味しい。あー、めっちゃ美味しい、美味しい、これ。美味しい。肉、あ、お肉、待って。翼は基本肉だね。やめて、かけた。かけた？一緒に食べてごらん。絶対美味しい。あよ。おー。とろっとろ。美味しい？美味しい。美味しい。美味しい。おいしい、うん、大好評だ。食べてみましょう。はい、お父さん頑張ったよ、このくるっていう感じ。アボカドとトマトとチーズの部分を取れた。おいしそう。ザンちゃん、チーズ、チーズ、これチーズ、チーズ、ほら、かわいい。はい、じゃあ座って食べようね。はい、めっちゃ食べる。2つ食べなきゃいけないからね。ちょっと、次、5品目。わお。次はね、5品目と6品目を一気に作りたいと思います。次は伸びるモッツァレラ鍋、うん、と、あと伸びるモッツァレラ鍋のハロウィンバージョンのその2種類を、作りたいと思います。レッツクッキン。食材切っていきます。ちっちゃ。はい、ということでこちらがね、伸びる
モッツァレラ鍋です。モッツァレラチーズはこちら、箸で取って約10秒ぐらいかな、つけてたら伸びるから溶けて、しゃぶしゃぶみたいな感じかな。じゃあ食べてみましょう。太陽何も言わなかったらどんどん、おお、トロってなった。あ、トロ、お、いい、あ、いい、それ お皿近づけて、お、伸びる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 、すごいすごい、お、お、見て見て、ランちゃん、トローリー、お、溶けてる溶けてる、おー、わかった。そっちのお皿に置いて、トングじゃない、よいしょ、うまい、おいしい、うまい、おいしいって、うまいし、うまい、いいね、いいね、お母さんが食べたい。次ラストね、すげえ、よいしょ、じゃらーん、お化けのトマト、伸びるモッツァレラ鍋のハロウィンバージョンです。わー、可愛いでしょ、めっちゃ可愛い、頑張ったんだよこれ、ガチで頑張ったからこれ。で、さっきのモッツァレラチーズは、じゃじゃーん、お化け、食べ方はさっきと一緒です。はい、誰溺れてるよ。そうそう、最初入れてみたんだよ、それ。これ、あ、絶対それうまい。それうまい。あ、ブロッコリーかけた。キノコがいいよ。あ、なくなっちゃった。あ、なくなった。あった。あった。そう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 。トマトケチャップがついてます。トマトケチャップ。おいしい。なっちゃん、パンして。おー、めっちゃ溶けてる。おー、おー、大変大変。濃い、濃い、濃い。あ、うまい、おいしい、マジうまい、トマト鍋のこのスープをこうむちゃむちゃこう染み込んでてうまい、これ、いやー、おいしいですね、あ、顔食べたい、あ、顔食べたい、顔、やばい、目が、これ、ムシムシって大丈夫じゃん、おい、めっかうまい、おいしい、めっかうまい、あの、案件だからとか関係なくて普通にうまい。マジでマジうまい。トマトが、トマトが、トマト、すごい大好評。ねえ、これ一番だよ。目が溶けてる。トスクドクラーって言ってる。はい、ということで6種類のチーズアレンジレシピを全て食べました。え、はい、マジ美味しかったよね。太陽かなり食べてるからね、お腹いっぱいでしょ、ね、で、ここからは家族会議で1位から6位までランキングを話し合って決めたいと思います。もう最初に食べたやつとかもう忘れてるかもわかんないから、はい、1個目がカリカリチーズのトマト鍋、2品目が裂けるチーズのしゃぶしゃぶ鍋、3品目トマトチーズフォンデュ鍋、で4品目トマトとアボカドのカプレーゼ風鍋、5品目伸びるモッツァレラ鍋、はい、最後伸びるモッツァレラ鍋のハロウィンバージョン、めちゃくちゃ美味しかった。これを1位から6位までちょっと決めるからね、まず1位はどれだと思う、せーの、おー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 、チャンネルが決める勝手にランキング発表します。イエーイ、まず第6位、はい、じゃん、第6位はトマトとアボカドのカプレーゼ風鍋でした。イエーイ、ちょっと大人向けな感じがしたからね、おしゃれ、うん、ね、お母さんはこれが好きです。次いきます、第5位、はい、伸びるモッツァレラ鍋、ね、あのハロウィンじゃないのね、普通の方が5位で、でどんどんいきます、はい、第4位、はい、じゃん、裂けるチーズのしゃぶしゃぶ鍋、あ、ね、うん、あれも結構好評だったよね。でも次は3位、3位はトマトチーズフォンデュ鍋でした。子供たちはすごくあのトローってやつ気に入ってたでしょ。じゃあここからが本番です。本番ですね、本番だよ、はい、1位2位が決まるんですけど、はい、もう一気に1位を発表したいと思います。はい、太陽チャンネルが
決めた、はい、最強のチーズアレンジレシピは、はい、じらさないで、じらすよ、じらすよ。第1位、伸びるモッツァレラ鍋のハロウィンバージョンです。これはね、まあ、大体なんかもう分かってた、見た目とかテンション上がるからね、うん、そこでもう子供たちがね、うん、はい、というわけで今回は太陽チャンネルが勝手にランキングした順位はこちらになります。はい、全部ね、はい、今出てます。はい、ちなみにですね、今まで食べたトマト鍋、締めにチーズリゾットとか、あとチーズオムライスにもできるし、大満足です。ぜひね、太陽チャンネルが今つけたランキングを参考にして、皆さんもチーズを使ったアレンジレシピ試して、野菜ももりもり食べてくださいね。はい、ということで、今日の太陽チャンネルはここまでです。バイバイ。